皆さん、こんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。このチャンネルは、さまざまな芸能ニュースを毎日お届けしていきます。励みになりますので、チャンネル登録と高評価をお願いします。テレビドラマ、西部警察では、警視庁西部警察署捜査課捜査係の、別名、大門軍団を率いる大門圭介を演じ、角刈りにサングラス姿がトレードマークとなった渡哲也さん。同時期に放送されていた TBS クイズ100人に聞きました。ではサングラスといえば誰の問題で、渡哲也さんが圧倒的人数で第1位を獲得しています。今回はそんな渡哲也さんの結婚や病気との戦い、役者人生についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは渡哲也さんのプロフィールをご紹介します。本名渡瀬道彦、生年月日1941年12月28日、出身地兵庫県淡路島、身長180センチメートル、最終学歴青山学院大学卒業、所属事務所石原プロモーション。渡哲也さんは2020年の8月10日肺炎のために78歳でお亡くなりになっています。まずは渡哲也さんの役者人生について少し触れてみましょう。渡哲也さんは青山学院大学経済学部を卒業されています。大学在学中は空手道部に在籍していたそうです。そのため実家のある兵庫県から大学へ通うために上京しており、弟である俳優の渡瀬恒彦さんと共に新宿区に下宿していました。在学中に日活が浅丘ルリ子主演100本記念映画の相手役となる新人ミスター X を募集していた企画に、弟の渡瀬恒彦さんや所属していた空手部の仲間が内緒で応募してしまいます。面接試験の日に遊び気分で向かった日活撮影所の食堂でスカウトされ、公募審査とは関係なく日活入社が決定しました。ちなみにこの時は撮影所に行けば石原裕次郎に会えるかもしれないとそそのかされて面接に行くことにしたそうです。この時の日活はすでに社用期に差し掛かっており、渡哲也さんは高橋英樹さんに続くスター候補として、デビュー前の記者会見でも破格の扱いを受けていました。1965年には暴れ騎士道で宍戸城さんとのダブル主演で銀幕デビュー、この作品でエランドール賞新人賞を受賞しています。同年には泣かせるぜで石原裕次郎さんと初共演を果たしています。翌1966年には吉永小百合さんとの初共演映画愛と死の記録で第17回ブルーリボン賞新人賞を獲得しています。この頃から裕次郎2世と呼ばれるようになり、日活もリバイバル版の嵐を呼ぶ男の主演に抜擢するなど同様の路線で売り込みをしています。こうして渡哲也さんは日活のスターとなっていきましたが、映画業界が斜陽の時代の中、日活のロマンポルノ路線への転換に伴い関東波紋状を最後に日活を退社します。日活を退社した渡哲也さんは1971年からは松竹映画に連続して主演しています。東映など映画会社数社から引き合いがあったものの、さらば起きての撮影時、石原プロから出向いていたスタッフの仕事ぶりに感銘を受けたことや、石原裕次郎さんへの尊敬の念が強かったことから、渡哲也さんは1971年に借金で倒産寸前の石原プロモーションへ入社を決意します。その後はテレビ時代劇忍法かげろう斬り収録中に肋膜炎を発症し入院、途中降板となり、代役は弟の渡瀬恒彦さんが務めることになったり、1974年の NHK 大河ドラマ勝海舟では主演に抜擢されたものの、収録中に高熱が続き入院してしまいます。収録は進まず第9話で途中降板が決まり、その後に膠原病であったことが判明しています。同年には再び力を取り戻してきた映画会社がこぞって渡哲也さんの争奪戦を繰り広げることになります。特に実弟である渡瀬恒彦さんをスカウトした東映の岡田茂社長が、高倉健の次の東映の看板スターにしたいと熱心に誘い、渡哲也さん自身もアクション映画をやりたい、自分のキャラクターを生かしてくれるのは東映を置いて他にないと強く東映入りを希望したとされたため、1975年に渡哲也さんが東映入りという報道もありました。この間も渡哲也さんは体調に問題があり、多くの映画出演を断っています。
そして東映の岡田社長からの移籍の誘いに対しては、私は石原裕次郎に恩義があります、石原裕次郎を裏切ることはできませんときっぱり断ったそうです。しかし東映映画への出演は了承したため、それ以降は東映映画に多く出演するようになります。こうした時代の流れの中で、石原プロは会社再建と経営安定のためテレビドラマへ本格進出していきます。再度入院していた渡哲也さんにとって、復帰第一作及び主演ドラマ大都会戦いの日々は、大都会パート2、大都会パート3とシリーズ化し、続いて主演した西部警察もシリーズ化され、5年間放映されています。西部警察での角刈りにサングラスという姿は、その後の渡哲也さんのトレードマークとなりました。渡哲也さんは石原プロ再建に大きく貢献し、石原裕次郎さんの下で副社長も兼務していました。そして1986年、病気療養のため降板を余儀なくされた石原裕次郎さんの代役として「太陽に吠えろ」に出演、同番組の最終回まで出演し、最終回では復帰した石原裕次郎さんと共演しています。そしてこれが2人の最後の共演となってしまいます。翌1987年に石原裕次郎さんが肝細胞がんでお亡くなりになったことで、渡哲也さんは石原プロの2代目社長に就任されました。1989年には渡哲也さんが社長となって初の石原プロ制作作品「ゴリラ警視庁捜査第8班」の第5話を撮影中、渡哲也さんはヘリから降りて全力疾走するシーンで、ヘリから着地した際に左足に激痛が走ったそうです。しかし、ただの捻挫だろうと痛みを感じつつも撮影を続行したところ、痛みは増すばかり。翌日に病院で診察を受けたところ、全治1ヶ月半の皮腹筋断裂と診断されたそうです。この時渡哲也さんは撮影に穴を開けるわけにはいかないと撮影続行を宣言。報道陣の前で、アクションと怪我は紙一重、やるっきゃありませんと石原プロ社長としての責任感の強さを覗かせています。しかしその後、この怪我が原因で足を引きずって歩かなくてはいけない後遺症が残ってしまいました。その後も1996年には NHK 大河ドラマ秀吉に出演し、竹中直人さん演じる秀吉の主君である織田信長を演じ、本能寺の変のシーンでは圧倒的な演技力で大きな反響を呼びました。2003年8月にはテレビ朝日系西部警察2003の撮影中、石原プロ所属俳優の自動車運転ミスにより見物客5人が重軽傷を負う事故が発生した際には、渡哲也さんは名古屋市内で記者会見を開き経緯を説明。予定していた連続ドラマの制作放送中止を告げました。その後、第1弾として制作されたスペシャル版については紆余曲折を経て西部警察スペシャルという名前で、翌年2004年10月31日に放送されています。こうした苦労を重ねながら、2011年には自らの健康と年齢を理由に石原プロモーションの社長の座を退いています。渡哲也さんは社長在籍期間が石原裕次郎さんの社長在籍期間と同じ24年目を迎えたことで、それを超えるわけにはいかないとも語っていました。そんな義理堅く硬派なイメージの強い渡哲也さん、男性芸能人といえば女性スキャンダルが当たり前とも言っていい中で、渡哲也さんは不倫報道などなく、結婚後は奥さんであるとしこさんを愛し続けています。渡哲也さんには息子さんが一人いるのですが、芸能界は目指さずに一般人として生活されているようです。そのため渡哲也さん自身も息子さんについて語ることはほとんどありません。一般人として生活している息子さんに迷惑をかけたくないとの思いがあるようです。渡哲也さんの奥さんも青山学院大学の出身だそうです。そして息子さんも小学校から大学まで青山学院大学に通っていたそうです。息子さんは学生時代にはラグビーやアメフトをしていたという肉体派のようですね。そんな肉体派の息子さんを持つ渡哲也さんといえば、空手2段で柔道初段という武道の達人で、青山学院大学の空手道部 OB の会長も務めていました。あの派手なスタントや立ち回りを支えていたのは、こういった武道の経験だったのかもしれません。そんな渡哲也さんですが、妻のとしこさんとはどのような出会いだったのでしょう。としこさんは
青山学院大学の1年後輩のようで、恋に落ちたのは渡里哲也さんで、まさに一目惚れだったそうです。一般人ですので残されている写真は少ないのですが、渡里哲也さん夫婦のツーショット写真を見ると、表情が豊かで魅力的な女性だということがわかりますね。そんな敏子さんは非常に頼れる女性だったとのエピソードが数多く残されているそうです。渡里哲也さんも敏子さんには全面的な信頼を寄せており、会見や取材で話す内容を相談していたというエピソードも明かされています。そして結婚の翌年に発症した病魔や超有名女優との真剣交際報道にもじっと耐えてきたという敏子さんは、とても前向きで明るい女性だったそうです。そんな敏子さんに対して渡里哲也さんは、彼女の都会的なところに惹かれたと婚約会見で語っています。ある時には、女房は学生時代に知り合って、古いですからね、3回くらい別れかけたけど結局拾ってやりましたよ、僕も人がいいんですね、と語っていたこともあります。こんな言い方をしていますが、渡里哲也さんの方が敏子さんに惚れているということなのでしょう。そんな渡里哲也さんは不倫に対しては独自の持論を持っており、世の中には本音と建前があって、もしバレなければあってもいいと語っていたそうです。とはいえ、渡里哲也さんの大きな不倫ゴシップはなく、やはり敏子さんを愛し信頼していたのだと思います。表に出ず常に裏方に徹した敏子さんという存在が、名優渡里哲也の役者人生を支えてきたということがよくわかるエピソードがたくさん残っています。女性人気が高かった渡里哲也さんが結婚することで人気が落ちることを懸念した日活は、結婚はなかなか公表できなかったそうです。多くの苦労を乗り越えて1971年に二人きりでハワイで挙式を挙げ、その後敏子さんは妊娠します。やっと結婚できたことで、ここからは幸せな生活が始まるかと思いましたが、そこからも二人の結婚生活はスムーズには進みませんでした。敏子さんの妊娠中、渡里さんは度重なる病魔に襲われているのです。倒れた夫を献身的に看病した身重の敏子さんは、心身ともに大きなストレスを抱えることになり、何度も流産の危機があったといいます。敏子さんは渡里さんとの結婚後も表に出ることはなく、仕事に関しても口出しすることなく、裏方に徹して病に伏せることが多かった渡里さんを支えていたそうです。石原裕次郎さんの死去から社長として石原プロを2011年まで支えてきた渡里哲也さん、一度は退任したものの、再び2017年からお亡くなりになる2020年まで取締役として石原プロを支えてきた渡里さんを支え続けたのは、間違いなく妻である敏子さんです。二人は1971年3月に新婚生活をスタートしましたが、渡里哲也さんは翌1972年に羊羹六膜炎を発症、その後も胸膜癒着症、肺感染症を患っています。1991年には直腸がんの手術の結果、人工肛門の生活を余儀なくされました。さらに急性心筋梗塞、肺気腫などの病魔に次々と襲われてしまいます。2016年には酸素吸入器をつけて生活するようになり、晩年には酸素吸入器と車椅子なくしては生活ができなくなったようです。敏子さんは渡里さんが病に倒れるたびに方々へ頭を下げて回ったと言われています。そんな敏子さんに対して渡里哲也さんは亭主関白だったそうで、家の中では一度座るともう動かずに敏子さんに用事を頼むのだそうです。それは2015年に渡里哲也さんが心筋梗塞を患った時も変わらず、渡里さんがおいと呼べば敏子さんがはいとすぐに駆けつけていたと言われています。渡里哲也さんの活躍ばかりが印象に残る陰で、面倒見の良さと奉仕の精神、そして強い意志を持った女性である敏子さんの内助の功があったことを改めて知ることができました。2020年8月10日、渡里哲也さんは最愛の妻敏子さんに看取られながら息を引き取ったそうです。渡里哲也さんは、自分の訃報は葬儀などが全て終わるまで誰にも知らせるなという遺言を残していたそうです。そこには香典や供物も一切受け付けないようにと添えられていました。そのため石原軍団所属の俳優である神田正輝さんや舘ひろしさんにも最後を知らせることなく旅立ちました。静かに行きたいという渡里哲也さんの意思により、家族だけでの密葬が行われた後、
石原プロの関係者には8月12日に、一般には8月14日に渡哲也さんの死は公表されています。お別れの会なども行わなかったそうです。舘ひろしさんは、生まれ変わっても渡哲也さんの舎弟になる、父であり兄であり人生の師でもあったと語っています。渡さんの母も、あなたには苦労のかけっぱなしでと敏子さんに涙ながらに感謝したというエピソードも残されています。渡哲也さんの遺言は、自身のことで人を巻き込みたくないという最後の男気だったんだと思います。いかがでしたか。石原裕次郎さんのため、ファンのため、そして俳優仲間のため、自分の理想とする男のイメージを大切にして、その姿勢を貫いた渡哲也さん、きっと今頃は石原裕次郎さんと天国で美味しい酒を飲まれているのだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。